父上、勝頼様がお見えになっています。我らにもお声掛けくださいました。そうか、兄君を失われておつらいでしょうに、優しくしてくださいました。勝頼様の兄上様はどうなさったのですか。ゆえあって遠くへ行かれたのだ。そうなのですか。我ら兄弟はそのようなことはありませんよね。ずっと一緒です。ああそうだな、雪村。しまいました。武家の娘があまり気安く外を出歩くものではないぞ。屋敷に閉じこもっていては気詰まりですもの。城下も賑やかになり楽しいです。仕方のないやつだ。信行と雪村の面倒も見てやってくれよ。私などが口を出さずとも、あの子たちは日々鍛錬に励んでおりますよ。早く父上のお役に立ちたいと願っているようですね。子供は子供らしくしていればよい。ではそのように言ってあげてください。そのうちにな。いかがした。構えはこうだな。もう少し腕を引いて。そうそう、こうですか。ありがとうございます。子守を雇った覚えはないのだがな。父上、お帰りなさいませ。これでも軍略家のつもりなんですがね。島左近と申します。ご子息が熱心に鍛錬をなさっていたので、ついね。ご指導をいただきました。そうか、それは世話になった。真田正幸だ。存じておりますよ、信玄公の秘蔵っ子。ぜひ一度お目にかかりたかった。過分な期待は迷惑だな。ご謙遜を。
信玄公に軍略を学ばせていただきたいと思いましてね。しばらく武田でご厄介になります。そうか、よろしく頼む。よろしくお願いいたします。ご挨拶が遅れました。真田幸村と申します。これはご丁寧に、幸村殿、よろしくね。